日本スケート連盟は24日、都内で2023から24年シーズンの表彰祝賀会を開催し、ペアで3月の世界選手権銀メダリストの三浦陸、木原龍一組、木下グループが優秀選手賞を受賞した。今期は木原が腰椎分離症で苦しみ、序盤こそ欠場が続いたが、終盤には実戦復帰。四大陸選手権は銀メダル。 続けて世界選手権でも銀メダルに輝いた。木原は支えていただく場面が多かった。チームとしての絆が深まったと思う。三浦も辛い期間を2人で乗り越えることで、さらに強くなった、と語った。復帰までは険しい道のりだった。木原は技の感覚がなかなか戻らず、ネガティブ発言が多くなったという。それでも三浦は、絶対できる。あなたはできる。 と声をかけ続け続諦めず練習に励んだ。木原は、確かさ、とりあえずなんか褒めてくれ。って俺頼んだ、と明かし、褒められて伸びるタイプです。秋貴ちゃんもちゃんと褒めないと怒る。だからお互いさま、お互い褒め合うスタイル、と笑った。今後は拠点のカナダで新しいプログラムの振り付けに着手する。来季は、ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ五輪のプレシーズンで、 木原は2年連続シーズンオフに大きな怪我が続いたので、まずは健康に1年乗り切る。しっかり仕上げて毎試合、自分たちに勝つってことを一番にやっていきたいと目標を掲げた。